はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、本日も紹介していきたいと思うんですが、もう見えてますね。今回、大五角祭カブトになります。去年やって、浮かさしたも、今、今年浮かさしたやつは、アリエストのスタッフ陣で、遠征して、セラム島で取ってきた個体なんですよね。セラム島さんなんですが、こいつらは東ジャワのやつですね。まあ、以前からよく流通するとしたら、こいつらが流通していたやつです。東ジャワ。アルコプロだったですかね。それだとさっか、こちらですね。去年やつは、したやつは、すごく、後で、ちょっと、なんか動画をアップしましたの、今更気づいたんで最近、ちょっと合わせてちょっとアップしたいと思うんですが、動画まだ残っておりますね。まあ、見てもらったらわかるとおり、非常に独特な形をしてるんですよ、こいつら。まあ、どうですかね。すんげえ、あと、まあ、で、まあ、こう見てもらったらわかる。すんげえ格好してるですよ。こいつら。合うかな、ピッと。すんげえ独特な形してます。ほんと、はっきり。正直ですね。で、まあ、ですね。ちょっと、今回届いた個体と、自分の記憶上ですよ。ほら、わかりますかね、今、ギュッギュッって言ったの。これ。ほら。泣くんですよ、こいつら。で、こいつらなんですけど、去年の個体と見比べて、ぶっちゃけこいつは黒いんすよ。で、セラム島の王国が赤いんすよ。明らかに。画像があればちょっと混ぜたいんですけどね。いやー、なんか、ちょっと、あれは王国だったのかな？王国が、なんか SSP とかに近いんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ここら辺の種類はちょっと謎なんで、なんとも言えないんですけど、まあ、幸い、新生虫、こちら、セラム島のですね、オス、ちょうど多分、浮かしてるはずなんですよ。なので、そっちを、まあ、ギネスでも申請するときにちょっと見ようかなと。確認することにあるんで、そっちちょっとまた、その時はその時動画を上げようとは思ってますけどね。まあ、ちょっと、その時はギネス申請個体では上げれないので、まあ、2番目の大きさの個体で、ちょっと、比較動画を上げてみたいとは思ってますけどね。それではですね、大五角が届いたという動画を終わります。